さて、この地区には伏兵に適した場所が3カ所あるんだが。ほう、知っているな、ゲリラ戦というもの。ではサザーランドを2機貴様に預ける。3機編成の招待でお前がここだと思うポイントをクリアしてみろ。うん、私がゲリラのリーダーならそこを選ぶな。よし、行ってこい。私は P5 をやる。イエス、ワイロード。正面に敵大トメやガンルー3機を確認。イエス、マイロード。隊長、左右から攻撃を受けています。どうすれば。イエス、マイロード。イエス、マイロード。Yes, my lord.信じられない。すごい回避術だ。ブリキが、バカにしやがって。まぐれあたりに決まってる。まぐれ、うわあ。やってやる。
イエスマイロード。なんだ、もう片付けたのか。どうだ、そっちに指揮官はいたか。本来ならそこが指揮所に一番適しているんだがな。こういう現場では戦術の基本を理解していない無知な敵もいるということだ。覚えておけよ。いや、こっちもただの分散配置部隊だった。ビンゴならずというところかな。合わせろよ。さて、残るはポイント F8 だな。ああ、こちらでも捕捉している。しかしいいレーダーを載せているな。そちらからだと F8 までかなりの距離があるというのに。選別？ハッハッハ、面白いことを言うやつだな。え？さて、どこに逃げ込むか。レーダーの有効範囲内に捉えつつ距離を保って追うぞ。全部隊、残敵を掃討しつつ北上しろ。ほう、これは大物かもしれんな。さて、どの程度の数が潜んでいるか。ここから撃っても届かんだろう。驚いたな。届くどころか有効者だぞ。総数は40といったところか。さて、どうする。先の小競り合いを見させてもらったが、貴様には人を動かすセンスがある。午後正体を使いこなす自信があるか。貴様が望むのなら任せてみようと思う。そうか、生きるか死ぬかの戦いの方が好きだというんだな。いいだろう。そのまま今の正体を指揮しろ。先陣を切らせてやる。前期前進開始。貴様が突破口を開け。
イエス、イエス、マイロード、マイロード。イエス、マイロード。イエス、マイロード、マイロード。抜けたようだな。あとは片付けるだけだな。貴様のおかげで最小限の損失でここを制圧できそうだ。ダルト、ご苦労だった。ゲリラ組織の中心的グループと主要な武器供給ルートを叩くことができました。ああ、あとは北陸に散らばっている残りカスを掃除するだけだな。たやすい仕事だ。背後関係はいかがでしたか？行動分析と通信の傍受がうまくいった。特定できそうだ。外交カードが1枚手に入りましたな。お前のおかげだ、ダルト。礼を言うぞ。いえ、総督、今日の勝利はこの男あってこそのもの。お前といい、ギルフォードといい、みなやけにこいつを可愛がる。しかしながら総督、今回の作戦においてはその功績を。分かっている。本陣にも前線の情報はリアルタイムで入ってくるからな。ダルト、その目で見てどう思った？指揮能力については天賦の才に恵まれているかと。機上においても機体の特性をよく理解し、状況に応じて最適な運用をしていたと見受けます。なるほど、ダルトンにそこまで言わせるか。人を使ってみてどう思った？みんなお前の指示に従うから面白かっただろう。ほう、そこまで学んだか。本物の騎士になる最低条件は満たしているようだな。しかし
そうと分かっていても部下に死ねと命じなければならない時もある。それが分かるまでは精進を続けよ。総督も人のことは言えん。あの様子だとかなり惚れ込んでいるようだな、貴様に。今日の働きは素晴らしかったぞ。貴様がすでに親衛隊に所属していて残念だ。天涯孤独の身の上なのだろう。親衛隊に入る前に出会っておれば私の息子にしたかったと思ってな。ああ、私は身寄りのない子を育て、その子らが立派な騎士になるのを見届けるのが生きがいなんだ。貴様はきっと私の自慢の息子になっただろうな。まあ、先にコーネリア総督に取られてしまったものは仕方がないからな。これからも励めよ。それに悪いですし、最近黒の騎士団のニュースが多いですよね。クロビス殿下を暗殺したのだって、やっぱりイレブンは怖いです。あんな人たちを正義の味方だなんてもてはやす気が知れません。成田ではコーネリア総督も襲撃されたそうですし、ユーフェミア様まで狙われたらと思うと。私なんかと違ってユーフェミア様は美しくて聡明で、そして優しくて、黒の騎士団ゼロ、早く捕まってほしいですね。クルルギス族、汝ここに騎士の誓約を立て、ブリタニアの騎士として戦うことを願うか。イエス、ユアハイネス。汝我欲を捨て、大いなる正義のために剣となり
盾となることを望むか。イエス、ユアハイネス。わかった。下がってよい。まったく。お前か。いや、ユフィがまたゲットをうろついていたらしいのだ。困った妹だ。好奇心が強いというか、恐れを知らんというか。護衛を張り付かせているが、隙あらば巻いて単独行動を取ろうとする始末だ。どうしたものやら。当たり前だ。実の妹だからな。ただ公務の上では総督と副総督という立場を崩さぬよう、自分の立場をわきまえるようにと教えているつもりなんだが、やはりお前にはまだわからんか。人にはそれぞれ立場に応じた義務というものがあるのだ。庶民には庶民の、皇族には皇族の、果たすべき義務がある。もちろんユフィにもな。お前ごときに言われたくはないが、まあそんなところだ。お前に話すことではなかったな。もうよい。下がれ。生徒会の仕事が押してきちゃってるのよね。会長も困ってたわ。ううん、あなたは事情が事情だし、カレンはもともと病弱なわけでしょ。スザク君は軍の仕事があるし。でもルルーシュがね。私はあんまり親しくないから知らないけど、どこで何やってるんだか怪しいとこがあるよね、彼には。うん、そうでしょ。ほとんど喋ったこともないし、